ルバート先輩。クローゼ君たちか。準備は十分にできたかい？うん、もうバッチリよ。やるだけのことはやったわ。そうか、それは楽しみだ。久しぶりに来てみたが、やっぱり母校はいいものだな。ここには青春時代のいろいろな思い出が詰まっているよ。エステルに用事はじゃないか。どうしたんだこんなところで。あ、ナイアル、あんたまで遊びに来たの？学園祭にはいろいろな業界人も呼ばれていますからね。ひょっとして取材の一環ですか？ま、そんなとこかな。その前にちょうど腹減ってたとこなんだ。腹ごしらえしていくとするか。ダルマー市長、昨年の王国会議以来ですな。その後おかわりはないかな？見ての通りピンピンしていますよ。コリンズ学園長もご健勝で何よりです。今日はゆっくりと楽しませてもらうつもりです。いやー、君たちも来ていたのかね。私もこの学園祭には毎年招待されているんだよ。こんにちは。いやあ、あんたたちか。ジャンのやつに聞いたよ。何でも学園祭の手伝いをしているんだって。まあそんなとこかな。カルナさんは警備か何かの仕事ですか？まあね、ここの卒業生にはリベールの各界で活躍する著名人が多いんだ。毎年学園祭には彼らが招待客として集まってくるからね。警備には十分に気を使う必要があるのさ。へえ、そういえば誰かもここの卒業生だって聞いたような。ま、警備は私に任せて、あんたたちは学園に精一杯協力してきな。ヨシュアさんじゃないですか。市長がどうしてここにいるの？実は私、この学園の卒業生ですのよ。毎年学園祭には顔を出させてもらっていますわ。へえ、そうだったんだ。それよりお二人こそ一体どういたしましたの？ひょっとしてギルドのお仕事かしら？実は。まあ、演劇の助っ人に。私、これでも演劇にはうるさい方ですの。エステルさんとヨシュアさんが出演するとなると見ない手はありませんわね。知り合いの人にはなおさら見てほしくないな。
お久しぶりです。お二人とも相変わらず元気そうですね。相性占いマシーン、占ってみますか？誰のプロフィールを入力しますか？ヨシア・ブライト、父曜暦1185年12月20日生まれ。続いて相手のプロフィールを入力してください。エステル・ブライト、父曜暦1186年8月7日生まれ。それでは占いを開始します。今日の二人は非常に行動的です。相手や自分にやりたいことがあれば一緒にチャレンジする絶好の機会と言えるでしょう。ただ相手にあまり自分の意見を押し付けすぎないように気をつけなければいけません。相手のペースを尊重することで二人が成長する機会にもなるはず。とにかくお互い相手の気持ちを第一に考えることが大切です。占いを続けますか？誰のプロフィールを？クローゼリンツ、父曜暦1186年10月11日生まれ。続いて相手のプロフィールを入力してください。エステル・ブライト、父曜暦1186年8月7日生まれ。それでは占いを開始します。今日はお互いにアクティブな一日になりそうです。行動力ががっちりと噛み合い、二人で楽しく過ごすことができるはず。会話も弾む時期なので二人でいる時間をできるだけしっかりと取るよう心がけましょう。何かに誘われた場合は共通の趣味や目的を持つことで二人の仲はこれまで以上に進展しそうです。占いを続けますか？ここは王家が金を出してやってる学園だからな。女王の甥であるこの私がしっかり視察しなくては。生徒たちもさぞかし光栄に思っていることだろう。このおじさんも招待されてたのね。うん、呼ばないわけにはいかなかったんだろうな。いつも申しておりますが、公衆の面前ではご発言にくれぐれもご注意くださいませ。教授じゃない？おや、エステル君とヨシュア君じゃないですか。これは奇遇ですね。二人とも元気そうで何よりです。ひょっとして教授も学園祭に招待されたんですか？いえ、残念ながらそういうわけではありません。この地方にある紺碧の塔の発掘調査に来たんですよ。こちらの学園にひょっとしたら資料でもないかと思いましてね。熱心ね。
ミラのない私の研究を支えているのは情熱と体力だけですから。そういえばこの学園のカリキュラムはいくつかのコースに分かれているそうですね。やっぱり展示とかやっているんですか？はい、3つのコースのうち社会科コースだけですが、学生たちによる自主研究の発表が行われています。はあ、いいですね。学生時代を思い出しますよ。その研究発表というのはどこでやっているんですか？そっか、教授ってばこの学園は初めてなんだっけ。なんて説明すればいいのか。そうですね、この学園は建物が多いですし、よかったら案内しましょうか？それは助かりますけど、せっかく学園祭を楽しんでいる時に手間を取らせるのは申し訳ないですね。いいっていいって、大した手間じゃないんだから。そうですか。では君たちの都合がいい時に展示場までの案内をお願いします。それまでこの学食でのんびりと待っていますから。いやいや、それにしても学生たちはいいですね。この値段で毎日食事できるなんて羨ましい限りですよ。おお、なかなかどうして本格的な展示じゃないですか。歴史から経済までいろいろなジャンルがあるみたいですね。いやー、助かりました。これはなかなか楽しめそうだ。いえ、どういたしまして。私も社会科専攻ですから興味を持っていただけると嬉しいです。私はちょっとこういう難しいところは苦手だけど。はあ、たまには君もこういうものに興味を持とうよ。遊撃士だっていろいろな知識を必要とすることは多いんだから。それじゃ早速拝見させてもらいます。案内してくれて本当にありがとう。あ、姉ちゃんたち。みんな来てくれたのね。よく来たわね、ちびっこども。どう、楽しんでるかい？うん、すっごく楽しいよ。僕、いっぱいお菓子食べちゃった。あんたはちょっと食い意地張りすぎだってば。テレサ先生と一緒に来たの？うん、そこで他の人と話をしてたけど。あ、来た来た。こんにちは。あ、テレサ先生。先生、こんにちは。今日は招待してくれて本当にありがとうね。子供たちと一緒に楽しませてもらってますよ。なあ、クローゼ姉ちゃん、姉ちゃんが出る劇っていつぐらいに始まるのさ。私たちすっごく楽しみにしてるんだから。そうね、まだちょっとかかるかな。ちなみに私だけじゃなくてエステルさんたちも出演するのよ。本当？わあ、すっごく楽しみ。ヨシアちゃん、どんな役で出るの？なんて言ったらいいのか。見てのお楽しみってね。それより院長先生、まだマノリアにいるの？はい、宿の方のご厚意で格安で泊めていただいてます。ですが。ねえみんな、劇の衣装見たくない？綺麗なドレスとか騎士装束がいっぱいあるよ。綺麗なドレス？
装束？興味があるみたいだね。それじゃあ特別に劇の前に見せてあげるよ。やったー、ホリーも行く。舞台の控室にいるから後からゆっくり来てよ。それじゃあついてきて。ヨシアさんは本当に気が利く子ですね。ちょっと子供たちの前では言いづらいことだったので。それじゃあひょっとして。ええ、市長のお誘いを受ける決心がつきました。これ以上マノリアの方々に迷惑をかけられませんから。今日の学園祭が終わったらあの子たちにも打ち明けます。そうですか。寂しくなるけど仕方ありませんよね。そんな顔しないで。オートとは言っても飛行船を使えばすぐの距離です。それに私、オートに行ったら仕事を探そうと思っています。ミラーを貯めていつかきっと孤児院を再建できるように。院長先生。あの子たちの後を追いますか。ヨシアさん一人に任せておくわけにはいきませんからね。うわー、これめちゃかっこいい。オイラにも着られないかな。あんたの背丈じゃ無理よ。私もこの白いドレス着てみたいんだけどね。おーおー、楽しんでるみたいね。あれ、ヨシアはどこ行ったの？ヨシお兄ちゃん、オイラたちをここに連れてきてからどこかに行っちゃったぜ。お姉ちゃんたちが来るまで待っててって言われました。どうしたんでしょうか。ポリー知ってるよ。ヨシアちゃんってば、銀色のお兄ちゃんを探しに行ったんだよ。銀色のお兄ちゃん？火事があった時にポーリーたちを助けてくれたお兄ちゃんだよ。頭が銀色で綺麗なの。え？その人、学園の中で見かけたの？うん、チラッとだけどね。ヨシアちゃんも目をまん丸にしてたよ。ポーリー、お前な、なんでその時にオイラたちに言わないんだよ。だってクレープ食べるのに忙しかったんだもん。エステンさん。うん、院長先生、私ちょっと失礼するね。ええ、そうした方が良さそうね。クローゼ、あなたも言ってあげなさい。私たちのことは気にしなくてもいいですから。すみません先生。お姉ちゃんたちもう行っちゃうの？うん、ごめんね。劇楽しみにしてて。そうそう、目いっぱい頑張っちゃうんだから。とにかくヨシアを探しましょう。その銀髪男が何者かは知らないけど、なんだか嫌な予感がする。ちょっと待ってください。ジーク、ゆえ、聞きたいことがあるの。ヨシアさんがどこに行ったかわかる？相変わらずすごいわね。あれ、あっちの方角って？ええ、本館の裏手にある旧校舎の方です。
おかしいな。確かに気配があったはずなのに。でもまさか。ヨーシュア！エステル、クローゼ。もうあんまり心配かけないでよね。金髪男を追いかけたっていうからびっくりしちゃったじゃない。あれ、なんで知ってるんだい？ポーリーちゃんが教えてくれたんです。あの子も見ていたらしくて。そうか、鋭い子だな。それらしい後ろ姿を見かけてここまで追ってきたんだけど、どうやら巻かれたみたいだ。うん、ヨシアを巻くなんて、そいつただ者じゃないわね。一体何者なんだろう。わからない。ただ孤児院放火の犯人じゃなさそうな気がする。あくまで僕の勘だけどね。そっか。それにしてもどうして一人で行動するかな。本当にそうですよ。私たちに伝言するなりしてくれればいいのに。ごめん、心配かけたみたいだね。別に心配してないってば。あくまでチームワークの大切さを指摘しているだけであって。嘘ばっかり。さっきはあんなに慌てていたじゃないですか。そんなことないってば。そういうクローゼだって真剣な顔してたくせにさ。それは二人ともありがとう。連絡します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。繰り返します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。そっか、もうそんな時間なんだ。はい、衣装の準備をしたらすぐに開演になると思います。よし、それじゃあいよいよ出陣ってわけね。あ、銀髪男の方はどうしよう。そうだね、カルナさんに伝えて注意してもらうしかなさそうだ。あれだけ練習したんですから。それに劇が始まったら他のことは気にならなくなるさ。君って一つのことにしか集中できないタイプだからね。もう言ってくれるじゃない。でもまあその格好じゃ何言われても腹は立たないけど。はいはい、痴話喧嘩はそのくらいで。今年の学園祭は大盛況よ。公爵だの市長だのお偉いさんがいるみたいだけど、私たちが臆することはないわ。練習通りにやればいいだけのこと。俺たち自身の手でここまで盛り上げた学園祭だ。最後まで根性入れて
花を咲かせてやるとしようぜ。大変お待たせしました。ただいまより生徒会が主催する刺激白き花のマドリガルを上演します。皆様最後までごゆっくりお楽しみください。時は七曜暦1100年代。100年前のリベールでは未だ貴族制が残っていました。一方商人たちを中心とした平民勢力の台頭も著しく、貴族勢力と平民勢力の対立は日増しに激化していったのです。王家と教会による仲裁も功を奏しませんでした。そんな時代、時の国王が病で崩御されて1年が過ぎたくらいの頃、早春の晩、グランセル城の屋上にある空中庭園からこの物語は始まります。街の光は人々の輝き、あの一つ一つにそれぞれの幸せがあるのですね。ああ、それなのに私は。姫様、こんなところにいらっしゃいましたか。そろそろお休みくださいませ。あまり夜更かしをされてはお体に障りますわ。いいのです、私など病にかかれば。そうすればこのリベールの火種とならずに済むのですから。まあ、どうかそんなことおっしゃらないでくださいまし。姫様はリベールの至宝、良き旦那様と結ばれて王国を滑る方なのですから。私結婚などしません。亡きお父様の遺言とはいえ、こればかりはどうしても。どうしてでございますか。あのように立派な求婚者が二人もいらっしゃるのに。一人は公爵家の嫡男にしてこの絵騎士団団長のユリウス様、もう一人は平民出身ながら帝国との紛争で功績を挙げられた猛将オスカー様。はあ、どちらも素敵ですわ。彼らが素晴らしい人物であるのは私が一番よく知っています。ああ、オスカー、ユリウス、私はどちらを選べばいいのでしょう。あのお姫様はヨシュアさんではありませんか。男女の配役が逆とはジルもなかなか考えましたわね。はい、お嬢様。ただヨシュア様はともかく、他のメイドの方はちょっと。覚えているか、オスカ。幼き日、棒切れを手にしてこの路地裏を駆け回った日々のことを。ユリウス、忘れることができようか。君とセシリア様と無邪気に過ごしたあの日々、かけがえのない自分の宝だ。あの時は驚いたものだ。お忍びで遊びに来ていたのが私だけではなかったとはな。舞い散る桜のごとき可憐さと清水のごとき潔さを備えた少女セシリア様はまさに自分たちにとっての太陽だった。だがその輝きは日増しに陰りを帯びている。貴族勢力と平民勢力、両者の対立はもはや避けられぬところまで来ている。姫の嘆きも無理はない。そして、ああ、なんということだろう。その嘆きを深くしているのが、他ならぬ我々の存在だとは。お姉ちゃんたち素敵。悔しいけど、男よりもかっこいいかも。
静かに見ましょうね。ユリウスよ、分かっておろうな。これ以上平民どもの増長を許すわけにはいかんのだ。ましてや我らが主と仰ぐ者が平民出身となった日には、伝統あるリベールの権威は地に落ちるであろう。お言葉ですが父上、東に共和国が建国されてから10年ほどの年月が流れました。もはや平民勢力の台頭も時代の流れなのではないかと。おぞましいことを言うな。何が自由か、何が平等か。好機も下船もひとまとめにして伝統を捨てるその浅ましさ、帝国の軍門に下った方がはるかにマシというものよ。父上。公爵の言うことももっともだ。平民どもをつけ上がらせたら伝統は失われるばかりだからな。かっか、もう少し声を抑えめに。オスカー君、君には期待しているよ。王家さえ味方につけられれば貴族派を抑えることができる。そうすれば我々平民派が名実ともに主導権を握れるのだ。しかし議長、自分は納得できません。このような政治の駆け引きにセシリア様を利用するなど。なんとも無力なことだな。いくら名目上の地位とはいえ、王となるチャンスだというのに。君が拒否するというのであれば、流血の革命が起きるというだけ。貴族はもちろん、王族の方々にも歴史の闇に消えていただくだけのことだ。議長。大したものだ。時代交渉もしっかりしている。最初男女の役が逆と聞いていかがなものかと思いましたがな。生徒たち全員の努力の賜物でしょうな。それと協力をしてくれた若き遊撃士たちの。流血の革命だけは起こさせるわけにはいかない。ユリウスもセシリア様も死なせるわけにはいかない。自分は一体どうしたらいいんだ。ダメだ、気持ち悪い。おっと、大丈夫か。あまり飲みすぎるものではないな。いくら春とはいえ、こんなところで寝たら風邪をひくぞ。親切な騎士様、どうもありがとうございますだ。騎士様はやめてくれ。自分は大した人物でない。何をすべきかもわからずに道に迷うだけの未熟者だ。まったくその通りだな。何？利き腕が。こいつにはしびれ薬が塗ってある。おとなしく観念してもらおうか。貴様、何者かに雇われた刺客か。あんたが目障りというさる高貴な方のご命令でな。前払いも気前が良かったし、てめえには死んでもらうぜ。なるほど、なかなか見せてくれるじゃねえの。となるとこの次の展開は。いかんいかん、危うく仕事を忘れるとこだったぜ。久しぶりですね、姫。ユリウス、本当に久しぶりです。今日はオスカーと一緒ではないのですね。お父様がご存命だった頃、宮廷であなたたちが談笑する様は侍女たちの憧れの的でしたのに。姫もご存知のように王国は存亡の危機を迎えています。私と彼が親しくすることはもはや叶わぬものかと。
今日は姫にあることをお願いしたく参上しました。お願いですか？私とオスカー、この駅騎士団長と若き猛将との決闘を許していただきたいのです。そして勝者には姫の夫たる幸運をお与えください。なかなかドラマチックですこと。貴族勢力と平民勢力の争いに巻き込まれるようにして、親友同士だった二人の騎士は、ついに決闘することになりました。彼らの決意を悟った姫は、もはや何も言えませんでした。そして、決闘の日。王都のグランアリーナに二人の騎士の姿がありました。貴族、平民、中立勢力など大勢の人々が見届ける中、セシリア姫の姿だけがそこには見られませんでした。我が友よ、こうなれば是非もない。我々はいつか雌雄を決する運命にあったのだ。抜け！互いの背負う者のために、何よりも愛しき姫のために。運命とは自らの手で切り開くもの。背負うべき立場も姫の微笑みも今は遠い。臆したかオスカー。だがこの身を駆け抜ける苦しいまでの熱情は何だ。自分もまた本気になった君と戦いたくて仕方ないらしい。革命という名の高き嵐が全てを飲み込むその前に、剣を持って運命を決するべし。おお、我ら二人の魂、エイドスもご賞覧あれ。いざ尋常に勝負。おう。やるなユリウス。それはこちらのセリフだ。だがどうやら未だ迷いがあるようだな。どうしたオスカー、お前の剣はそんなものか。帝国を退けた武勲はその程度のものだったのか。さすがだユリウス、なんと華麗な剣さばきなことか。オスカー、お前腕に怪我をしているのか。問題ない、かすり傷だ。未だ我々の剣は互いを傷つけていないはず。まさか決闘の前に。卑怯だぞラドー公爵、貴公の計り事か。言いがかりはやめてもらおうか。私の差し金という証拠があるのか。父上、なんということを。いいのだユリウス、これも自分の未熟さが招いたこと。それにこの程度の怪我、戦場では当たり前のものだろう。次の一撃で全てを消しよう。自分は君を殺すつもりで行く。オスカー、お前、わかった。私も次の一撃に全てをかける。さらなる生徒、姫の笑顔、そして王国の未来さえも。生き残った者が全ての責任を背負うのだ。そして敗れた者は魂となって見守っていく。それもまた騎士の誇りだろう。違いない。はぁ、ダメ。セシリア。姫！セシリア、どうして。君は欠席していたはずでは。
よかった。オスカー、ユリウス、あなたたちの決闘なんて見たくありませんでしたが、どうしても心配で、戦うのをやめてほしくて。ああ、間に合ってよかった。セシリア。姫、みんなも聞いてください。私に免じて、どうか争いはやめてください。みんな、リベールの地を愛する大切な仲間ではありませんか。ただ少しばかり愛し方が違っただけのこと、手を取り合えば必ず分かり合えるはずです。お、王女殿下、もうそれ以上はおっしゃいますな。はあ、目が霞んで。ねえ、二人とも、そこに、いますか？はい。君のそばにいる。不思議。あの風景が浮かんできます。幼い頃、お城を抜け出して、遊びに行った。路地裏のオスカーもユリウスもあんなに楽しそうに笑って、私は二人の笑顔が大好きだから、どうかいつも笑って。姫、嘘でしょ。姫、頼むから嘘だと言ってくれ。セシリア、自分は姫様、おかわいそうに。どうしてこんなことに。殿下は命を捨ててまで我々の争いをお止めになった。その気高さと比べたら、貴族の誇りなどいかほどのものか。そもそも我々が争わなければこんなことにならなかったのに。人はいつも手遅れになってから己の過ちに気がつくもの。これも魂を肉体に縛られた人の子としての宿命か。エイドスよ、大いなる空の女神よ、お恨み申し上げますぞ。まだ分かっていないようですね。確かに私はあなたたちに器としての肉体を与えました。しかし人の子の魂はもっと気高く自由であれるはず。それを貶めているのは他ならぬあなたたち自身です。まぶしい。なんて綺麗な声。おお、なったること。ガタガタ、恐れ多くもエイドスが降臨なさいましたぞ。これが女神。なんという神々しさだ。若き騎士たちよ、あなたたちの勝負私も見せてもらいました。なかなかの勇壮さでしたが、肝心なものが欠けていましたね。おっしゃる通りです。すべては自分たちの未熟さが招いたこと。議長よ、あなたは身分を憎むあまり、貴族や王族が同じ人であることを忘れてはいませんでしたか。面目次第もありません。そして公爵よ、あなたの罪はあなた自身が一番よく分かっているはずですね。そして今回の事態を傍観するだけだった者たち、あなたたちもまた大切なものが欠けていたはず。胸に手を当てて考えてごらんなさい。それぞれの心に思い当たるところがあったようですね。ならばリベールには
まだ未来が残されているでしょう。今日という日のことを決して忘れることがないように。はあ、消えてしまわれた。あら、ここは？姫！セシリア！まあ、ユリウス、オスカー！まさか、あなたたちまで天国に来てしまったのですか？これは、孫を勝たなき奇跡ですぞ！姫様！本当に良かった！どうしたのです、二人とも？あら、公爵、議長までも。私、死んだはずでは。おお、エイドスよ。よくぞリベールの至宝を我らにお返しくださった。大いなる慈悲に感謝しますぞ。オスカー、ユリウス、あの、どうなっているのでしょう。セシリア様、もう心配することはありません。長きにわたる対立は終わり、すべてが良い方向に流れるでしょう。甘いなオスカー。我々の勝負の決着はまだついていないはずだろ。ユリウス、そんな、まだ戦うというのですか。いえ、今回の勝負はここまでです。何せそこにいる大バカ者が利き腕を怪我しておりますゆえ。しかし決闘騒ぎまで起こして勝者がいないのも格好がつかないならば、ハンデを乗り越えて互角の勝負をした者に勝利を。待てユリウス。勘違いするなオスカー。姫を諦めたわけではないぞ。お前の傷が癒えたら今度は勃剣で決着をつけようではないか。幼き日のように心ゆくまでな。そうか、わかった。受けてたと。もう二人とも、私の意思は無視ですか。そういうわけではありませんが。ですが姫、今日のところは勝者へのキスを。皆がそれを期待しております。わかりました。お二人ともお似合いです。空の女神も昇羅あれ。今日という良き日がいつまでも続きますように。リベールに永遠の平和を。リベールに永遠の栄光を。やはり最後は大団円か。だが、それでいい。私が言うのもなんだけど、最高の舞台だったわよ。最初男女が逆ということで笑われてしまったけれど、みんな劇が進むにつれて真剣に見てくれて本当によかった。うん、そうだね。あんな格好した甲斐があったよ。もう二度としたくないけど。そんなこと言うなよ。写真部の連中が劇のシーンを何枚か撮っていたけど、お前さんの写真がどれだけ売れるか楽しみだぜ。はあ、勘弁してよ。エステルたちの写真もすっごく売れると思うわよ。男子はもちろんのこと、下級生の女子あたりにもね。お姉様なんて呼ばれちゃったりして。
おう、ジルったら。あれ、どうしたの、エステル。何の話？いや、大した話じゃないけど、劇が終わってからぼーっとしてるみたいだけど、大丈夫かい？まあ、ハードな決闘だったから疲れちまったのも無理はないさ。調子悪いんだったら医務室に案内するわよ。大丈夫だってば。これでも遊撃士なんだから、このくらいの疲れ日常茶飯事よ。ただ気が抜けたっていうか、頭が混乱してるっていうか。あ、エステルさん、もしかして。違うんだからね、全然そういうんじゃなくて。ああ、もうとにかく全然問題なし。失礼してもいいかしら。クローゼ姉ちゃん、オスカーかっこよかったぜ。やっぱ男はああでなくちゃ。ありがとう。エステルさんもすっごくよかったですよ。ああ、ユリウス様。ちょっとマリー。ヨシュアちゃん、とっても可愛かったよ。うん、僕もうっとりしちゃった。ありがとう。みんなで楽しませてもらいましたよ。恋と友情の間で悩みながら時代の本流に立ち向かっていくそれぞれの主人公たち、手に汗を握る決闘の果てに待ち受けている悲しい決着、そして心温まる大団円。本当に素晴らしい劇でした。いやー、そう言っていただけると頑張った甲斐がありますよ。あ、そうだハンス。ああ、そうだったな。何？どうしたの？ちょっと用を思い出したの。すぐに戻ってくるから、そのままおもてなししてて。うん。今の人たちはジルさんにハンスさんと言ったかしら。クローゼのお友達で、確か生徒会の人だったわね。はい、今回の劇では監督と演出を担当しました。そう、感謝しなくてはね。本当にルーアン地方でのいい思い出になりました。先生、この子たちにはまだ。ええ、マノリアに帰ってから話します。そして早ければ明日にでも立とうかと。そんなに急に？何？何の話だよ。失礼でしょ、クラム。大人の話に割り込んだりして。いいのよ、マリー。でもとりあえずは宿屋に帰るとしましょうか。夕食を食べて。話はそれからでいいですね。うん。それではクローゼ、エステルさんもヨシアさんも、私たちそろそろ失礼しますね。今日は本当にありがとう。素晴らしいものを見せていただいて。あ、ちょっと待って、ジルたちが戻ってくるから。失礼するよ。まあ、コリンズ学園長。久しぶりだのう、テレサ院長。せっかく来ていただいたのに挨拶が遅れて申し訳なかった。とんでもありません。本当に素晴らしいお祭りに招いていただいて感謝しますわ。生徒たちも頑張った甲斐があるというものだ。事情はクローゼ君から聞いた。本当に大変なことになったものだ。そこでわしらも微力ながら力になれればと思ってな。え？ジル君。はい、どうぞお受け取りください。これは
来場者から集まった寄付金でちょうど100万ミラあります。孤児院再建に役立ててください。100万ミラ、すごい大金ですね。どうしてこんな。今回は公爵やボース市長など多くの名士が来場したからの、例年よりも多く集まったのだよ。学園長、そんないけません。こんなものは受け取れません。遠慮する必要はありませんよ。毎年学園祭で集まった寄付金は福祉活動に使われているんですから。孤児院再建に使われるのなら寄付した方々も納得しますって。でもそんな、ここまでしていただくわけには。先生、どうか受け取ってください。クローズですが。先生が戸惑う気持ちもわかります。でもどうか考えてみてほしいんです。それだけのミラがあったら孤児院を再建するのはもちろん、王都に行く必要もありません。あのハーブ畑だって放っておかなくてもいいんです。クローゼ君の言う通りだ。亡きジョセフ君と何よりも子供たちのために、あなたはこだわりを捨ててそのミラを受け取るべきだろう。もう、なんとお礼を言っていいのか。ありがとう、本当にありがとうございます。よかった。うん、これで一件落着だね。なあ、王都に行くってなんだよ。何がどうなっちゃってるわけ。いいのです、もう心配しなくても。あなたたちには本当に苦労をかけましたね。別に苦労なんてしたつもりはないけど、それよりも先生、どうして泣いてるのさ。バカね、クラムったら。そんなの嬉しいからに決まっているじゃない。せっかくだからもう一泊していけばいいのに。これから学園祭の打ち上げだってあるのよ。残念だけど遠慮しとくわ。新米のくせにあまりギルドを留守にするのもなんだしね。今日中に報告したいから、悪いけどこれで失礼するよ。そうか、はあ、今夜からまた俺だけになっちまうのか。一人寝っていうのは寂しいぜ。ハンス、悪ふざけが過ぎるよ。エステルも信じないように。あ、冗談ね。ほんと、あんたたちってば一緒にいて退屈しなかったわ。また何かあったら遠慮なく遊びに来なさいよね。もちろん泊まりがけでな。ありがとう。ぜひ寄らせてもらうよ。それでは行きましょうか。早くしないと日が暮れてしまいますから。あんたはこれからマノリア村に行くのよね。うん、先生たちと話したいことがいっぱいあるし、外泊許可をもらってきちゃった。せっかくの打ち上げに揃って主役がいなくなるのはちょっと残念だけど、ま、仕方ないわね。ゆっくり過ごしてきなさいな。そういや、院長先生たち、あんな大金を持ち歩いてちょっと危なくなかったか。あ、それは心配しないで。警備に来てた遊撃士のカルナさんが護衛を引き受けてくれたから。わざわざ学園長さんが頼んでくれたみたいだね。さすが学園長、やることにそつがないぜ。よし、それじゃ。元気でね、エステル、ヨシオ。
頑張って修行して声優劇士を目指しなさいよ。うん、任せて。君たちも勉強頑張ってね。数日間だけだったけど、すっごく楽しかったわね。もちろん授業を除いてだけど。何虫のいいこと言ってるんだか。本来は授業が主で学園祭の方が特別なんだから。そうなのよね。はあ、学生っていうのも意外と楽じゃないわ。あら、どうしたの？いえ、ジークがいる気配が近くに感じられなくて、どこに行っちゃったのかしら。ご飯でも取りに行ってるんじゃないの？はい、そうかもしれません。すみません、変なことを言って。では街道に出るまでご一緒させてください。うん、のんびり行きましょう。